ナンシー・ウェイクは第二次世界大戦末期にイギリス特殊作戦執行部に所属していたエージェントである。彼女はフランスレジスタンス組織巻のリーダー的な人物で連合国から最も勲章を授与された婦人軍人の一人である。1940年にフランスが崩壊した後、フランスレジスタンスの運び屋になり、後に イアンガロー隊員の逃走ネットワークに参加した。1943年まで、ドイツ秘密国家警察、ゲシタッポの最重要指名手配者となっており、その首には500万フランの賞金がかけられた。ロンドンに訪れた後、イギリス特殊作戦執行部に加わった。1944年4月29日から30日にかけての夜に占領されているフランスオーベルに地域圏に、 パラシュート降下し、トロンセの森にいるヘンリとトデバット隊員に引きられたマキとロンドンの間の連絡役となった。1944年からフランス解放まで7000人以上のマキメンバーは2.2万人のドイツ兵士と戦い、死傷者は1400人であったが、マキメンバーはそのうちの100人に過ぎなかった。1912年8月30日にニュージーランド、 ウェリントン・ローズ・ニースで6人兄弟の場所として生まれた。1914年にオーストラリアのノース・シドニーに移り住んだ。その後、彼女の父・チャールズ・アウグストス・ウェイクはニュージーランドに戻り、母親エラ・ウェイクは子供を育てるために残った。シドニーで、ウェイクはノース・シドニーハウスホールドアーツスクールに在学した。16歳になると、彼女は家から逃げ出し、 看護師として働いた。彼女は、おばから相続した200ポンドで、ニューヨーク市、そして、ロンドンに渡り、ジャーナリストとしての勉強をした。1930年代、彼女は、パリで働き、その後、ハーストニュースペーパーのヨーロッパ特派員として、働いた。そして、アドルフ・ヒトラーとナチズムの対等と、ウィーンの路上でうろつき無差別に、 ユダヤ人の男女を叩くナッチの傍観を目撃した。1937年、ウェイクは裕福なフランスの実業家、ヘンリー・エドモンド・ハイカと出会い、1939年11月30日に結婚した。彼女が住んでいたのはフランスのマルセイユで、後にドイツに侵略されることになる。1940年のフランスの崩壊後、彼女は、 フランスレジスタンスの運び屋になり、後に、イアンガロー隊員の闘争ネットワークに加わった。逮捕を逃れる彼女の能力に対して、ゲシタポは、ホワイトマウスと呼んだ。レジスタンスはゲシタポに電話を傍受されたり、郵便を途中で奪われるような幾度も危険にさらされる。彼女の任務に注意を払った。1942年11月、連合軍のアフリカ北部に対する統治作戦後、 ドイツ国防軍の兵隊はフランス南部を占領した。これによってドイツはフランスビシー政権の書類を制限なく閲覧できるようになり、ウェイクの生活はより危険にさらされるようになった。1943年まで彼女はゲシタッポの最重要指名手配者となっており、その首には500万フランの賞金がかけられた。 元レジスタンスのハロルド・コールの裏切りで、逃走ネットワークの運用に関わっていた人々が告発された際、彼女はマルセイユから逃亡することに決めた。彼女の夫はマルセイユに泊まったが、後にゲシュタポに捕まり、拷問され処刑された。ウェイクは、途中で、化粧少しに、少しのお酒、ドイツの警戒区域を通るときにウィンクし、 取り調べても何もないわよ。と声をかける。神様、何とも私は軽薄で少し嫌な人間でした。と駆け引きを記している。戦争が終わるまで彼女は夫の死を知らず、その後自分自身を責めた。ウェイクはトゥールーズで逮捕されたが、その後解放された。知人が起点を聞かせ、彼女の夫への不倫と思われる話を持ち出し、彼女を逃がした。 6回目の挑戦で彼女はピレネー山脈を越えスペインにたどり着いた。イギリスに到着すると特殊作戦執行部に加入した。それで働いていたベラートキンスは彼女を本当にオーストラリアの可愛い子ちゃんだった。すごく活力があり目が輝いていた。あらゆることをすべてうまくやっていた。と思い出を語った。訓練報告書によれば とても早く良い射撃をしている、野外生活に必要な技術もとても優れたものを持っていた。彼女の強靭な性格と明るさで男連中は赤っ端を書いていたと記されていた。1944年4月29日から30日の間の夜、ウェイクはオーベルニューにパラシュート降下し、トロンセの森にいるヘンリー・トデバット隊員に率いられた。 レジスタンス軍団マキとロンドンの間の連絡役となった。彼女とパラシュートが木に絡んでいるのを発見したとき、トデバット隊尉は今年のフランスのすべての木がこのような美しい実を結ぶことを願うと挨拶し、ウェイクはふざけんなふんフランス人とやり返した。彼女の任務はパラシュートで降ろされた装備と武器を配備し、組織の資産の世話も含まれていた。 兵員の募集も行い兵力を増強させるのにも貢献した。また彼女はモンリュソンの下下ポチ法本部やドイツ施設への攻撃で兵を率いた。ある時、ウェイクは部下がドイツのスパイだった女の子を保護していることを発見した。部下たちは冷酷に彼女を殺すことができなかったが、ウェイクは処刑を力説し部下たちは屈服した。 1944年からフランス解放まで7000人以上のマキメンバーは2.2万人のドイツ兵士と戦い、死傷者は1400人であったが、マキメンバーはそのうちの100人に過ぎなかった。彼女のフランスの仲間、特にヘンリとデバットは、彼女のファイティングスピリットを称賛し、襲撃中に警報を出させない様子でで、SSA 兵を殺した時のことを詳細に話題にした。 1990年代のテレビのインタビューで彼女を発見した衛兵隊に何が起こったのか尋ねられた時、単に彼女の喉の上で指を横にずらし、それでは柔道チョップを学び練習させられた。けど実際に使ったのはあの時の一度ぐらいでピシャリと打ったが彼を殺すには十分だった。本当にびっくりしたわ。とコメントした。ある時は ドイツの襲撃で破棄せざる得なかった無線オペレーターの暗号を置き換えるため、いくつかのドイツの検問所を通過し 500km を自転車で走り抜けた。ドイツ軍の別の巻に対する攻撃では、ウェイクは二人のアメリカ人将校と共に、リーダーが殺された部隊を指揮し、制圧射撃の指示を出した。それによって、さらなる損害を出さずに、部隊の撤退をできるようにした。戦後すぐ、 イギリスからジョージメダル、アメリカから自由勲章、フランスからクロワド・ゲール勲章などを授与された。そして1943年、ゲシュタポが彼女の居場所を聞き出すため、彼女の夫を拷問し処刑していたことを知った。戦争後、彼女はパリとプラハの大使館に付随する英国空軍省の情報局に勤めた。 1949年のオーストラリア連邦選挙でオーストラリア自由党候補としてシドニーのバートン選挙区の議席に立候補した。対立候補には後に労働党の党首となるハーバート・エバットと票を競ったが13%の差をつけられ議席を得られなかった。51年の連邦選挙で再びエバットと対戦した。当時のエバットは野党の副党首であった。 その結果、エバットは250票未満の差で議席を維持した。エバットは、その後の選挙でマージンをわずかに増やし、1958年までに安全なハンター選挙区の議席に移動した。1951年の選挙敗北後、ウェークはイギリスに渡った。ロンドンの官長外、ホワイトホールにある空軍省の航空関係者補佐官部のインテリジェンスオフィサーとして働いた。 1957年に辞職し、その年の12月にイギリス空軍主官ジョン・ホワードと結婚した。1960年代初めにオーストラリアに移住した。1966年の連邦選挙のシドニーのキングス・フォード・スミスの議席に自由党候補として出馬するも敗北した。1985年頃、夫婦はシドニーを離れ、 シドニーのすぐ北にあるポートマッコーリーに引退した。1985年、ウェイクは彼女の自伝、ザ・ホワイト・マウスを出版した。この本はベストセラーになり、何度も重版がなされた。結婚の40年後、彼女の夫・ジョン・フォワードは1997年8月19日にポートマッコーリーで亡くなった。夫婦には子供はいない。2001年、 ウェイクはオーストラリアを最後にし、ロンドンに移住した。戦時中は、エベ軍のクラブがあったピカデリー近くのセントジェームズプレイスのスタッフォードホテルに住むことにした。彼女は、当時のゼネラルマネージャー、ルイスバーデにまず最初に、血まみれの良い飲み物を案内された。彼は、彼女が、海戦時に住んでいたマルセイユで、レジスタンスに関わっていた人物である。朝、彼女は決まって、 ホテルのバーに現れ、最初に人とその日の競争剤を飲んでいた。2003年、ロンドンのリッチモンドにある高齢者施設ロイヤル、スターガーターホームに移り、死ぬまでそこで暮らした。ウェイクは、肺感染症と診断された後、キングストン病院で2011年8月7日、日曜日の夜、98歳で死亡した。彼女は死後、自分の遺体を、 第二次世界大戦末期にいたモンリュソンに巻いてほしいと要求していた。彼女の灰は2013年3月11日、モンリュソン近郊のベルネ村の近くに巻かれた。また、映画シャーロット・グレーなど彼女の戦争体系をもとにした作品も数多い。ありがとうございます。